オレンジの実と花オレンジ。内部の様子がよくわかる。ブラッドオレンジオレンジは、みかんかみかん族の常緑を高き、またはその果実のこと、柑橘類に属する。和名は、アマダイダイ。オレンジ類は、スイートオレンジ、サーオレンジ、マンダリンオレンジに大別される。日本の日常生活において、単に、オレンジというと、非常に多く栽培、流通されている。 スイートオレンジのネーブルオレンジかバレンシアオレンジを指すことが多い。また、英語のオレンジという単語がよく、みかんと日本語訳されることが多いが、日本で単にみかんというとマンダリンオレンジの禁煙である文州みかんを指すことが多く、同じ柑橘属であるが別の種類である。なお、オレンジの果実のような暖色をオレンジ色という。原産地はインドのアッサム地方。 日本に導入されたのは明治時代。現在の主産地はアメリカ、ブラジル、スペイン、イタリア、メキシコなど。日本での栽培はネーブルオレンジを除いてそれほど多くなく、国内流通品の大部分はアメリカのカリフォルニア産である。ネーブルオレンジは広島県、和歌山県、静岡県などで年間6000トン前後生産されている。果皮果肉ともに、 オレンジ色で多重質。適度な甘み、酸味を持ち、香り高い。生食用のほか、ジュースの原料として利用され、またカモなどの肉の料理にソースとして用いられる。なおカヒは、オレンジピールやキュラソーの原料としても使われる。中東では、花弁を蒸留して得られる液体、オレンジフラワーウォーターお菓子や飲み物の香り付けに、用いる。カヒと袋が密着して、 離れにくいのが特徴。主成分として4から6%の初糖と0.7から1.2%のクエン酸を含む。ビタミン C を40から 60mg、100g 前後、ビタミン A 効力を10から 42IU、100g 前後含む。有利アミノ酸として、アスパラギン、アスパラギン酸、プロリン、ガンマアミノラク酸、アルギニンなどを多く含む。 スイートオレンジの品種群には、普通オレンジ、ネーブルオレンジ、ブラッドオレンジなどがあり、普通オレンジとネーブルオレンジの栽培が最も多い。ブラッドオレンジの原産地はイタリア。主にジュースの原料となる。その名の通り、真っ赤な色のジュースとなる。など、バナナやオレンジなどの輸入果実を、卸売市場で取引するときの単位は、カートンといい。 レモンは1カートン88個である。ありがとうございます。